本日ご紹介させていただきますのは、ラース・フォントリア監督、キングダム、キングダムの最終章のキングダム・エクソダスの前売り券についていた T シャツの方をご紹介したいと思います。えっと、奥に飾ってあるものが、これが前売り券のチケットになっています。で、こちらの黒色のものが、前売り券購入の特典の映画の T シャツ、キングダムエクサ・エクソダスの T シャツになっています。 今日はこちらの T シャツの方をご紹介したいと思います。ラス・フォンドリア監督っていうのは自分が知っているのはダンサー・イン・ザ・ダークというあのー、リオークが主演した映画で、あれもすごく衝撃的な映画でしたが、あのー、このキングダムっていうのも海外でのテレビドラマの方を日本では映画として上映してて、えー、もう26年ぐらい前の作品になっています。 えとエピソード1エピソード2の方はでラース・フォントリア監督が生きている間にこの映画は完結しないんじゃないかと言われていたものがもう26年経ってようやくエクソダス脱出という形で、えー、映画化が決定されもう今7月28日から上映されているので京都の方はまだエクソダスの方は公開されていないのですが。 えー、先だってキングダムエピソード1、エピソード2の方が公開されています。まあ前置きはこれぐらいにして、えー、もしこのキングダム、エクソダス、キングダムについて、えー、詳しい方がおられたらコメント欄で、えー、いろいろ教えていただいた方がいいと思います。自分はこの映画の方をすごく、えー、楽しみにしていました。そ、は、れ、い、では T シャツの方を開けていきたいと思います。で、T シャツは1種類で L サイズしかありません。えー、こちらの方を開けていきたいと、 思います。で、なぜこちらの方を今日開けようかなと思ったかというと、これを映画館に着ていきたいなと思いまして、今回開封していきたいなと思いました。少しこちらの方、抜けます。それでは、えっ、ー、と、T シャツの方を広げていきたいと思います。 こちらが L サイズになっています。で、キングダムのこのプリントになっていますね。このような形です。このね、映画 T シャツって結構自分好きなんですよね。まあ、大きさの方の比較っていうのがちょっとできないんですけど。で、バックの方見ていきたいと思います。 バックの方はもう何もないですね。無地になっています。シンプルです。まあ、この首元にね、あのー、キングダムエクソダスって書いてくれると、よりよ一段と良かったのかもしれませんが、ちょっと後ろのバックの方は無地ですね。こんな感じです。もう一度、フロントの方を見ていきたいと思います。 やっぱホラー感がありますね。こんな感じです。ラース・フォント監督ですね。ザ・キングダム。グラフィックについてはこういう風うに書かれています。ほんとね、自分好きですね。この映画。 ま、完結してくれたことに対してすごく自分は嬉しいなと、思います。で、前売りチケットですね。こんな感じです。本日ご紹介させていただきましたのは、4月28日から公開の、キングダムエクソダスの前売り券チケットと、それに付属していたニュ、えー、前売りチケット特典の T シャツの方をご紹介させていただきました。こちらは L サイズのみになっております。